皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。今回は100円ショップで購入したアイテムと、購入したはいいけれどもなかなか植え付けられていない待機苗を使いまして、玄関前をちょっとおしゃれにしていく動画です。よろしければ最後までご覧ください。2024年は3月5日から19日までが二十四節気の啓蟄、冬眠していた動物たちや虫たちが動き始める頃と言われています。いよいよ春です。では作業を始めていきましょう。はい、玄関前にやってまいりました。こちらは先日購入しまして、植え付けなきゃ植え付けなきゃと思いながらなかなか植え付けられていない。